お疲れ様です。やっほーありがとうございます。こんばんは。やっほー、配信したよ。配信ナウだよ。こんにちは。ちょっとテロップ入れよう。テロップ入れる。にやり、こんにちは。にやりと言って特にあの何か似合ってるわけじゃない。サンケンさん、ハートありがとう。ラコポココンペイトありがとう。また噴水ポニー見たい。いやーええわよ。全然見せます。でもさ、自分でやるの難しいからさ、噴水ポニーテールって。なんかこう噴水ポニーテール、こんなん、今日ね2個もお仕事頑張ったんだよ。すごくない？1日に2個もお仕事があったの、すごくない？朝岡山県に行ってなんかやって、岡山県でなんか仕事して、子供たちとゴミ拾いして、それが終わってもう広島に帰ってきて、くだらないって、2個もお仕事頑張ったんだよ、すごくない？嬉しい。最近お仕事がいっぱいあって嬉しいんですよ。なんか最近仕事祭りでイエーイ、これもみんなのおかげ。ルゴ結婚してダメ。ありがとうございます。こんばんは。例えばデデルリ、例えばデデルリ、いつもと違う日曜日、デデルル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 。アイカツ、そうだよ、アイカツです。なんで知ってんの、なんで知ってんねん。そうですよ、けんちゃんかわいい、ありがとう。こんにちは。テンション高い。2個もお仕事やったから。かんじくんお疲れ、ありがとう。お疲れ。聞いて、さっきアンピーと LINE したのよ。アンピーからね、リネタンの B リアルやっとんって LINE が来たんよ。でも実はやってないんです、あれは。インスタのエフェクトって言ったら、マジかやっとんかと思ったって来た。なんかさ、インスタのエフェクトでさ、なんかときめき宣伝部のさ、ひよりんさんがさ、なんかストーリーでさ、 B リアルみたいなエフェクト乗っけてて、待って、欲しいと思って私も保存して。 B リアルさ、やったことないけどさ、なんかいろいろ聞いたんですよ、メンバーに。そしたらなんか B リアルちょっと、なんか私はちょっとやろうと思わないから、正直問題だからね、ちょっとね、インスタのエフェクトね、やったの。こんにちは、カジくん、ケイトありがとう。この前お話かありがとう。楽しかったよ、ありがとうございました。すごく元気になったよ、話せて。春望ハートありがとう。ベンジャケタルト頑張った。ありがとう、頑張りました。なんかさ、配信さ、なんかさ、してほしいって来たから、 DM が。だからやる気が出た。やる気が出たってか、やろうと思って。なんかやっぱみんなの声が、みんなの声が見たらね、やりたくなっちゃう。なんか別に配信してほしいとかあんま来なかったら、あ、別にしなくていいんだと思ってたけど、配信してほしいって来たから、理由が、そろそろリネタの配信みたいで、だから配信しようと思って今日配信してるんですよ。スーさんハートありがとう。初見さん、トニーさん、トニーアットここももしかさん、ハートありがとうございます。こんにちは。おすじくん、ケイトありがとう。巻き髪かわいい、にやり。 DM ってどうやって送るの？送ってきてるかない？ DM 送ってるやん。違うっけ？送ってない？違う？DM 届いてるよ、普通に。インスタグラムの DM ですよ、全然届いてる。インスタの DM、 みんな、なんかストーリーで送ってくる人もいるし、普通になんかそのまま送ってくる人もいる。インスタの DM 届いてるけど、ちょっと届いてるやん、嘘つくな。どうやって送るって、嘘つくな、届いてるやんけ。インスタの DM 届いてる、普通に。ストーリーの返信、なんか普通に DM を送ろうと思ったら、なんか DM 送れないっていう人もいるんですよ。なんかもう相手になんか この DM はなんかどうのこうのみたいな。でも普通に届いてる。なんか一回送ったらもう送れないっていう人と、普通に何回も送れてる人がいるから、私も分かんない。でも私のアカウント既読つけたいんだけどさ、既読つけれないからさ、多分既読つけたら治るんですけど、既読つけれないからあれなんですけど、でも普通になん毎日 DM 送ってきてくれてる人いる。ストーリー載せなくても DM だけで、だから全然載せてきてほしい。
初ショールーム香港から、ありがとうございます。香港のさ、この前さ、ありがとうっていうのさ、この前さ調べたんだよ、で言ったんだよ、香港、香港ありがとう言い方、なんかこの前、香港でありがとうは、んごい、香港でこれネイホー、ネイホー、こんにちは、ネイホー、ハロー、ヤッホー、ネイホー。送ってる側の人がビジネスアカウントの人もいるんだろうね、多分そう。例えば例えばでで、いつもと違う日曜日、なんかさんハートありがとう、んごい、合ってるか分かんない、香港の、こんにちは、ありがとうございますってくれて嬉しい。なんこさん、ケイトありがとう。くだらないと見てくれましたか皆さん、くだらないと見てくれた、うんこい、うんこいらしいです、ありがとう。でも香港どうちぇちぇどうちぇ、うんごい、どうちぇどうちぇ、わかんない、なんかありがとうございます。くだらないと見たよ、嬉しい、どうでしたか、くだらないと面白かったですか、髪巻いてるの可愛い、嬉しい、髪巻いてるんですよ今日、メイクさんに巻いてもらった、こんばんは。インスタの DM、 ストーリーの返信だけ、ストーリーの返信もねしてくれてますよ、ストーリーの返信もしてくれてるしっていう感じ、返信もしてくれてるし、その他もしてくれるってこと、 DM でも X は送れないですね、私のやつ、なんか人によって多分違うんだって。なんか私お話からこの前来てくださった方が、なんかミエタに DM 送りたいけど一回送ったらもう送れないようになったみたいな、なんかマジで私何もしてない、でもそういうやつ、まあ、であるんだって、多分新しいやつかな、多分新しいやつ、たとえばあきらん誰もありがとう、ごめんなさい、私も本当にさ、このずっとさ、たとえばなんしか歌ってない、ほんまごめんなさい、頭から離れなくて、ルカちゃんコンピューターありがとう、うまっ、もう糖分干してるから嬉しいよ。雪村ちゃん、ケイトありがとう、恋しせカープもケイトありがとう、くだらないとめっちゃ笑だった、嬉しい、いっぱい笑ってくれた、なんか見てくれてたよね、嬉しかったよ。せっちゃ、せっちゃさん、あ違った、ゆうちくんハートありがとう、けんちゃんかわいいありがとう、かじくんだるまありがとう、カンジ君お疲れありがとう、ゆういちくんいいねありがとう、シンボハートありがとう、あ読んだか、いやでも読んでもいいや、ギフトは何回でもありがとうございます。これコンペイトーだったんや、コンペイトーじゃない、コンペイトーじゃない限り、な何これは、何コニちゃんみたいな、 NHK の、知ってる、なんかコニちゃんみたいな、コニちゃんのなんか頭なんかこの役知ってる、 NHK の昔さ、コニちゃんっていたじゃん、なんかすごいこっつい、コニちゃんの頭なんかすごいとんがってたよ、チュッチュッチュみたいな、コニちゃんの頭、これどカンペータじゃない、それかモヤットボール、なんかモヤットみたいなあったくない、なんかモヤットみたいな、モヤットボールかコニちゃんの頭、なんかひな祭りみたいなのつけたんだけど、何これ、まさぴょんひな祭りのやつ、ありがとう、なにこれ、なんか待って、まだひな祭り来てない、まだひな祭り来てない、私はひな祭りさもう過ぎたんかと思って、明かりをつけましょう、ボンボリンドゥバッチョバッチョ、やばい今日テンション高すぎる、どうしよう、やばい、なんかひな祭りの歌でこんななんかラッパーちょうで歌うと思わなかった、テンション高すぎて、明かりをつけましょう、ボンボリバッチャンペンタルンテタタルンテタ
3月3日、あ、3月3日なの、3月3日、え、あと少しじゃん、あと少しじゃん、やばい、ひな祭り3月、え、みんななんで知ってんの、3月って賢くない、なんで知ってんの、なんで知ってるんですか、ひな祭り3月、ありえない、普通は知らないから、いや普通は知ってるんですよね、ごめんなさい、すいません、優しいのにみんながせっかく親切にしてくれたのに、なんかあのね、あやぱんとね相方の話をめっちゃしてるんですよ、もう今日もタクシーの時にずっと「たとえば」ってファッションチェックって、あやぱんめっちゃ相方大好きでさ、私もそれの影響でちょっと相方ちょっとおばあになっちゃった相方が気になった、今週日曜日、今週日曜日嬉しい、え、てか五等分の花嫁って知ってる、それなんかゲームが出たらしい、やりたい、なんかマジで、え、あれ知ってますか、ホリミア、ホリミアっていうアニメ、私マジで最近なんかもうマジでさやかりんの影響とあやぱんの影響とかでなんかもうアニメ超好きで、なんかもうなんか二次元がすごい可愛くて仕方がなくて、なんか二次元の良さに気がついてきて、最近ホリミア、ホリミアってアニメを見始めて、で推しの子はまあもともと好きだったじゃん、そうで彼女をお借りしますかみたいなやつも好きだったり見てたけど、なんかホリミア見て、ホリミアってやつがあるんですよ、なんかホリあれめっちゃいい、こんにちは草刈木さん、ハートありがとう、つぶちゃんハートありがとう、こんにちは草刈木さん、毛糸ありがとう、私マジマフラー作るのうまいから、しょうしょうさほーケイトーありがとう、私マフラー作るのマジうめいから手編みで作るんだよ、一生懸命小学校の頃ね、なんか100均のケイト買ってきてね、こうやってね手で編んでたの、やばいこれどう考えてもなんかウェーイやんこうやってマジでこんな感じ、ケイト編む時こんな感じの、なんかこうやって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 ケイトこうやって編んでたんだよ、ってこうやってやってたから、マツさんコンペイトありがとう、ま、ここクラブ、ここはねクラブです、もう頭おかしいよ、もう知ってるよ頭おかしい、なんか前から知ってるじゃん、ごめんなさい、なんかすごく嬉しいこんにちは、佐藤くんコンピューターありがとう、もうちょっと小田久美さん出た、小田久美さん、え、出たかもしれない、出たかもしれないですね、じゃあきーコンピューターありがとう、つぶちゃんハートありがとう、わらわら、しあさっては3月、え、しあさって3月、ありえん、ありえんちゅうほんま、え、やばくない、しあさって3月やばくないですか、ありえんちゅうほんま、やばすぎ、もうびっくりしすぎて、ありえんちゃ、普通はありえんちゃほんまってね、ありえんちゃほんまになってる、やばい、おかしい、頭おかしい、名前から知ってるから、え、ほんとにやばい、しあさって3月、ありえんちゃほんま、今日あやぱんとあいこじにマジでもうおもろすぎるって、なんかめっちゃ褒めてもらえて嬉しい、やっぱおもろいっていうさ、なんかさ褒め言葉嬉しいですよね、どう考えても可愛いとかも大好きなんだけど、おもろいもすごく嬉しいの、その勢いで猫耳して、え、なんかさ今日マネージャーさんと話しちゃったんよ、なんか猫耳すごい良かったけど、あれ続き出さないのって言われて、いや私なんか続き出そうか悩んでて、でもなんか何がいいんだろうと思って、なんか結構みんなからリクエストあるのは お話し会とかの逆のアイドル側の視点の猫耳を出してほしいっていうのがリクエストが多かったんだけど、なんか分かんないかなと思って、なんかどうなんだろう、アイドルの心理を知って面白いってなるのか、もしくはあの共感が方がいいじゃん、なんかみんなあ分かるって共感した方がいいのかなと思って、なんかどっちがいいんだろう、でもしくは私はみんなが共感できるのと言ったらやっぱダイエットでしょと思って、なんかダイエットについて載せようかなと思ったんだけど、なんか難しい、でもなんかそれだったらなんか
瀬戸内の良さ伝えたいなと思ったから、なんか岡山県のなんか猫ミームのしたらみたいなこと言われたけどさ、なんか岡山県の猫ミームってなんか岡山県民しか共感できなくねとかって思っちゃって、なんか正直問題なんかすごくなんか結構難しいんですけど、なやっぱアイドル視点嬉しいよね。で団子とかもできちゃいますこの髪型。実は猫ミーム最強だった。え、猫ミームさやばくない？引用がさ299でさ、いいねがさ2099だったんだけどさ、10にしてよ誰か。99 99 100だよ、あと少しで100にしてよ。みんなお願いします、なんか100いくんだよ、嬉しい。猫ミーム、猫ミーム、ちょっと猫ミームたまにいいね来た。猫ミームたまにいいね来た。なんかさ B リアルみたいなやつあるじゃないですか、あれってさ加工しなくてその場を載せるみたいな感じじゃん。でも私の場合は普通にインスタのエフェクトで全く漏れないから、マジでちょっと無理と思って加工して載せた。どこが B リアルやねんって話やないかって感じじゃないですか、どう考えても。加工しないと死んじゃうからな。いいねしてください。今引用が299で、あ、いいね、200100いった、200100いった、200100200これ1101002100が2100いきました、ありがとう。なんか引用がね、なんかね、あと1個でね、あ、300いった、え、嬉しい、引用300ありがとうございます、やった。これちょっとしゃ、え、3になった、え、優しい、みんな誰いいねしてくれたの逆に。え、超好きなんだけどちょっと監視しちゃう監視しちゃう、え、嬉しい、なんかいいねしてくれて、あ、監視しちゃう、ありがとうございます。もう誰かしてくれたか見てから嬉しくて、よく使っていいねしちゃった、え、嬉しい、じゃあサバークも監視しちゃおうかなありがとうございます、いいね、いいね2100、え、嬉しい、見たよ、ありがとうございます。こんばん、面白すぎ、え、マジ嬉しい、どれだけ面白いどれだけ面白い、君はサバークなんだから苦しいな次チャウドリの猫ミーム、え、かわいい、チャウドリの猫ミームとかニャリンニャニャンニャンニャニャンニャンチャウドリの猫ミーム、ニャンニャニャン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 ラブトリップ猫バージョンえ、でも私あれ使ってみたいんですよね、猫ミームのなんかバナナつけたらなんか猫ちゃんが泣いてるとか使ってみたい。あとはみたいなやつで起床するやつ、なんかでなんかなんか寝てるやつ、え、わかる、なんかあれ使いたいんですよ、なんか使いたい素材が結構あって、だからねすごくねあれしたいんです、かみたいなやつやりたいんですよ、うん、マジ、え、似てるくない、やばくないですか、うん、米津玄師さん、え、米津玄師さんのやつ、なんかハッピーハッピーハッピー、いや、私米津玄師さんのやつさ、私あんまさ面白さが分かんないんだよね、なんか なんでだろう、なんか米津玄師さんのあのなんかドゥ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 カーってジェーンって弾かれるやつはなんか結構もうドゥ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 みたいなやつは結構好きだったんだけど、なんか米津玄師さんのなんかハッピーハッピーハッピーみたいなやつはなんかあんまちょっと面白さがわかんない、なんかなぜか、でもドゥ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 カージェーンでドゥ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 みたいな、なんか惹かれるやつあるじゃないですか、あれは結構好きなんですよ、だからちょっとよいしょ、猫ミームはオタクなんかし、わかんない、オタクのネタ、オタクのネタってこと、隣の例に自分のオタクがいた時猫ミームどう、え、確かに、え、いいやん、いや泣くっていうよりかはあれはあですよ、え、待って、あって瞬間 LINE ってきた LINE ってきた、え、こんにちは、似てる、え、嬉しいよ、嬉しい、でこれ今ね、うまい、え、マジ嬉しい、褒められたらもっと伸びちゃう、これあ、やばい、伸びちゃった、ごめんなさい
褒められたらもっと伸びちゃう。やばい伸びちゃった、やばい、ごめんなさい、物理的に伸びるんじゃないんですよ、うん、見すぎ、え嬉しいんですけど、嬉しすぎてなんかこんな感じに睨んじゃった。嬉しすぎてなんかコメントになった。かきこコンペイトありがとう、嬉しい、面白すぎ。レンタほんま元気もらえる、え嬉しい、ありがとう。なんかさっきから嬉しすぎて嬉しいしか言えてない、ごめんなさい、なんかおもんない女で、ほんますいません、嬉しいしか言えなくて。つぶちゃんひな祭りありがとう。おかりをつけましょう、もんもりお花をあげましょう、ももの花よりばやしの太鼓、今日は優しいひな祭り。このひな祭りのなんかこれが来たらちょっと頭がおかしくなる、ちょっと怖いひな祭りの歌を歌うことにするね、じゃあ怖いやばい本当に。まーちゃんハートありがとう。うつみがおもんない女だったらこの世は俺は弱い、マジ？え嬉しい、ありがとう、嬉しいしか言えなくて本当にごめんね、おもんない女で。さっきのくだりと一緒やん、嬉しすぎてなんかもうゲボ出ちゃうよ。怖い？怖いですか？あかりをつけましょう。頭おかしいですよ、ごめんね、怖がらせちゃって、なんかコメントが消えちゃったもん、なんか怖くて。あじゃあこれでいく、何をつけましょう、何お花あげましょう、お花、うーんサイレンの CM 怖い、ごめんなさい、ちょっと子供泣いちゃうから。今日さ翔さんのさキッズたちと一緒にさあの海のさゴミ拾いしたんですけどさ、令和のキッズたちさやばいんだけど、なんかもうちょっと令和のキッズたちやばいよ本当に、なんかえメイク可愛いんですけどみたいな、えなんかすごい結構ませてて、やっぱこれがなんか平成と令和のキッズの違いだなと思いました。翔さん、翔さんでなんかもうなんかえ涙袋可愛いみたいなこと言ったえなんかえ嬉しいあげみたいな感じやったけど、でもなんかカルタもしたんですけど、なんかカルタでなんか取れなかった、私は普通に本気でカルタをやったんですよ、で3枚ぐらい取れたんだけど1枚も取れてない子いて、カルタでみんな撮ってるのになんか泣いちゃって、なんかカルタ泣いてる子もいたんですよ、可愛くない、なんかカルタが撮れないだけで泣いてる人もいたんですよ、だから私はこっそりあげるって言って3枚あげたら喜んでました。なんかあげた時にこうやって素直に喜ぶ姿がなんかやっぱ翔さんっぽくて、なんか令和のキッズと平成のキッズは違うなとかって思ってたんだけど、正直問題やっぱりすごく可愛いなとかって思って、すごくやっぱ子供は子供でやっぱキッズはキッズのあの分類なんだなと思って、すごく可愛いなと思って、私はもうキッズ大好き芸人ですから、だからもうこれからもいっぱいキッズをこうめでて、あのキッズ可愛いピロピロみたいな感じでいっぱい舐めて、うん可愛いなみたいな、横断歩道を手を挙げて歩くんだよとか教えてあげて、うんこの世の中甘い世の中じゃねえから、うんこれからもねあの税金のなんか勉強とかしとけよとか、いっぱいなんかキッズたちにいっぱい教えてあげて、うんこれからの人生、まあ人天国と地獄とかいっぱいあるけど、なんかこれからも頑張っていこうかみたいなことをいっぱい教えてあげて、うんこれからなんか正直年金とかある将来もらえるか分かんねえのに払ってる意味はねえから、でも払わなきゃいけねえから、払わなかったらあのなんかすごい赤い封筒とか届くから、私みたいにちゃんと払ってねみたいなことを教えてあげてながら、はいそんな感じです。そうなんですよ、りょうくくんケイトありがとう、いや本当にそうですよマジでいやわかんない、誰かわかんないよ、リネですよ。いやなんかさ私は思わない、なんでさ小学校の時とかさ中学校の時とか、まあ、高校の時とかさ、なんか普通に正直マジでなんか税金の話とかなんかちゃんと払わなきゃいけないこと、なんか大人のねなんか国民年金とかなんかそういう話をなんで教えてくれなかったのって思わない、なんか二十歳になって一気にさ、はいこれから毎回毎月払っていかなきゃいけない、これはもう将来自分が60歳を過ぎてからもらえるお金なのでみたいな、
でも正直現実問題、60歳になってもらえるかどうかも分かんない、60歳のおじいちゃんおばあちゃんたちはもうすごく苦しい生活をしててみたいな、えみたいな、なんかもう本当によく分かんないですよこの世の中っていうの、この今の令和のキッズたちに教えてあげないと、枯れたごときで泣いてるようじゃあめんだよっていうことを伝えてあげなきゃ思うんだけど、私はもうすごく優しいから、やっぱキッズにはこう3枚取ったもらってない子たちにね、いっぱいこうやってあげて、うん、これからもいっぱい録画してあげてみたいな感じ、うん、なので、いやそう、なんで教えてくれなかったんだろうと思って、わしの嫁になろう、え、ちょっとやめてよやめてよ、急にそんなこと言うの、そんなこと言っちゃうちょっと意識しちゃうじゃん、ツンツン、あーもうツンツンとかやめて、あツンツン、あーもうツンツンとかやめてよ、だからもうやめてってば、ツンツン、お前本当に可愛いな、ツンツン、あーもうツンツンとかやめてって、ほらもう人前じゃそんなツンツンとかやっちゃダメだよ、本当にお前ってテレ屋さんだな、ツンツン、あーツンツンとかやめて、はい、ゆいちくんハートありがとう、そうなんですよ、うん、はい、そうですね、そんな感じです、酔ってる、酔んでないですよ、酔ってないです、だってさっき仕事終わったばっか、酔ってないです、え、てか私のこと知ってる、私の内海玲の、内海玲の取扱説明書今からいきますよ、聞いててください、私はお酒が飲めない理由は、なんか飲んだらなんか半中でいっぱいジンマシンができて、なんかアレルギーなんですお酒、だから飲めないんです、だから内海玲酔うということは一切ないってあれやんやばい、叩かれちゃうよ、うん、いつもそんなテンションの、やばい、よし、忍者のような声で、嬉しい、でも通常モードですこれ、嬉しい、お久しぶりです、すごい、嬉しいです、お元気でしたか、お元気で、嬉しい、しかも公式って書いてある、すごい、なんか嬉しいです、おはようございます、お疲れ様です嬉しい、嬉しい、え、でも今日やばい、今鳥肌立ってるんです、理由は本当にこれ嘘とかじゃないんですよ、マジ営業とか抜きで、私今日岡山県の仕事あったんですけど、その時に奥さんと一緒にいて、え、なんかマジでカッポーさんの話がちょっと出たんですよ、え、すごくない、え、ガチでびっくりしてます、あ、本当にびっくりしてます、え、本当にすごい、え、すごい、そんなことありえるんや、え、すごくないですか、指針指針、え、なんか宇宙でつながってるかもしれない、え、嬉しいです、ありがとうございます、うん、でもさすがにノンアルコールは飲んだら、お酒の種類によって飲める場合、あ、でもね、さすがにね、ノンアルコールはね酔いません、うん、ノンアルコールは酔いません、そうなんですよ、投資能力、え、やばいかもしれない、ほんまに投資能力、ドゥン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 、ミスターリネ、いつもこのテンションなんですよ、でも正直問題嬉しい、ありがとうございます、こんばんは、うん、竹彦くん、あのコンペイトありがとう、ツンツン、あうん、ツンツンですよ、え、公式初めて見た、え、すごいよね、なんかカラフルになってるよね、公式なんか前も来てくださったんですけど一回、え、嬉しい、お久しぶりです、もうコロナなってないですかあれ以来なんかすごい、一回なんかすごいしんどそうだったから、それの印象が強くて最後に会ってなんか、もうコロナなってないかな、気をつけてください、寒いので、なんかまた変なウイルス飛んでて、トコジラミとかなんかいて、え、私トコジラミに過去に噛まれてたんですよ、そういえば、え、なんかみんなにさ話したことがあって、なんかずっと思い出せなくて、マーシーハートありがとう、つぶちゃんグッドありがとう、なんかサンジカルさんコンペイトありがとう、ゆういちくんハートありがとう、え、なんか私みんなに話したかったこと、ハルルンバラありがとう、アイスレモンさんコンペイトありがとう、ナーコーハート
ありがとう。え、なんか私トコジラミに噛まれてたんですよ過去に。去年の今頃なんかすごい痒くてもう寝れないぐらい痒くて、で私アトピーかなと思ってたんですよ。で皮膚科になんか行く時間がなくて行けなくて、で皮膚科に何ヶ月か経って行ったらなんかこれはアトピーだからって言われたんですけど、カメラった時の写真見たら絶対にトコジラミなの。え、だからこれは私は東京のホテルで噛まれたんです、東京のお仕事があって。え、だから絶対にこれはトコジラミだと思って、なんかそう考えるっての恐怖でしかなくて、なんかその時まだトコジラミ知らなかった、まだ流行ってなかったですよ去年の3月。去年の冬ぐらいにさ、トコジラミってさなんかすごい分かったくない？え、だからマジで知らなくてそれまで。え、でも絶対写真見返したらトコジラミなんですよ。え、もう痒すぎて寝れなくて、え、でも確かになんか全然痒くて寝れなくて、よく考えたらだって未だになんか足にすごいなんか跡があって、なんかトコジラミって本当になんか治らないって言ってたけど、未だになんか足に跡がある。なんかもともと足超綺麗だったのに、なんか去年すごいなんか噛まれてからなんか跡がやばくて、なんかアトピーにしてもなんか絶対に治るから、あとおかしいなと思って、これ全部トコジラミなんだと思うと怖すぎて、なんかもう無知。え、本当に知らなかったんですその頃。てか皮膚科の先生もやばくない？その時なんかアトピーですって判断した、どう考えてもトコジラミやんみたいな、写真見返したらもうやばいの。だから怖くて、なんかちょっと今度ちょっと皮膚科行って、なんかトコジラミに過去にもう去年1年前ぐらいに噛まれてから、なんか未だになんか跡が治らなくて、なんかすごいなんか未だにちょっと痒い時があるから、そうだからちょっと怖くてって話しとかんといけ、言いに行きます。そう、絶対トコジラミ。広島レモンさんハートありがとう。え、マジで怖すぎてなんか NG です、共演 NG、 やっぱ飯は共演 NG。 こんにちは、ポストさんだるまありがとう。おきちゃんがりねちゃんが一番礼儀正しいって言った。え、泣いちゃう泣いちゃうの泣いちゃう。かーくんハートありがとう、ありがとうございます。こんにちは。ちょっとおでこが急に痒くなっちゃうんですよね。なんかお仕事終わった後なんか私ごめんなさい、なんか急に痒くなっちゃってやばいじゃん、なんか痒くなるのよ。みたいなえ、なんか3期生の目の前でみたいなことやってたら引かれたうん、あ、違う 2.5 期生か、うん、なんか「うわ！」とかってたうん、あ、引かれちゃいましたこんにちは。なんかさ、私さ今日の配信でさ、なんかインスタグラムでなんか悩み相談みたいなものを募集してやろうかなと思ってたんですけど、結局やらなかった最近のみんなの事情を教えてください、最近みんな どうですか、最近どんなことがあった、最近のみんなのお話聞かせて最近みんな どうですか、事情、最近の事情。例えばいつもと違う日曜日、最近のみんなの事情聞かせてくれ、最近はどんなことがあったんですか。広島レモンさんグッドありがとう。うん、やろう最近のみんなのなんかティータイム、今からティータイム、はい、ティータイムです。なんかマカロンとかなんか妄想で食べちゃって今から最近みんなどんな感じ、女子会しよう。なんか使ってないなんかフォークが目の前にあったんで、謎になんかこれでなんか妄想マカロンおいしいみたいな感じで、つまり使ってないんです、なんか使ってないフォークが目の前にあって、なんか私の周り結構周りに何でもあって、なんか妄想のマカロンうまいみたいな感じで食べちゃって、こんにちは
ご飯ください。え、ご飯、ご飯、え、ご飯ないです。ご飯はね、なんかね、なんかくるくるみたいな、うん。ご飯ないかな。ご飯なんか食べてください。どうぞ。幕張通称お話し会取ったからよろしく。え、嬉しい。通称を取れるってこと。ポーズ何にする。ポーズ何がいいかな。ポーズあれしかないな。嬉しくない。決めた。最近毎日オタ活してる感じがする。え、マジ。え、誰に。私以外で誰に。ちょっと思い浮かばないな。私以外で誰にやってるんですか、オタ活とか。ケーキ食べたい。え、ケーキ食べたい。いいよ、はい、ケーキ。あーい。あーい。はい、ケーキ。はい、はい、ケーキです、どうぞ。こんにちは。絶賛風邪で熱38.7度。え、マジやばくない、大丈夫。え、ガチ大丈夫、大丈夫。やばくないでしょ、やばくないでしょ。それやばすぎてやばくないよ、やばいだろ。え、38.7度。え、心配。え、なんかマジ寒くない、今日。なんかまた寒くなってきてさ。え、なんかいっぱい水分取ってね、なんか脱水症になりやすいしさ、なんか暑かったら脱水しようと思って熱出すから余計に寒くなっちゃうから、水いっぱい飲んでね。え、待って、心配です、死なないで生きてね。なんかマジやばいから。草刈木さん、ハートありがとう。最近のみんなの事情を聞かせて、なんかこんなことがあったとか、普通にこんなことが嬉しかったとか、こんなことが辛かったとか、これ今日食べたよとか、久しぶりになんか死んだカエル見たとか、なんかそんな感じでもいい。なんかちょっとした出来事。今日何食べたん。今日はね、え、何食べたと思うみたいな。何だと食べたと思いますかみたいな、クソだるい、なんかクソだるい、なんか逆の質問をしてみちゃったりとか。え、じゃあヒントを言うね。ヒントはなんかお弁当です。ヒントはお弁当ってかそのまんまやん。なんか岡山県のお仕事あって、その終わってからなんかその食べてなくて、昼ご飯のお弁当、なんか今日いっぱい入ったお弁当食べた。おすすめのポーズ。え、通称のおすすめのポーズですか。通称のおすすめのポーズは、え、なんか私はなんか逆に普通はなんかアイドルがなんかハートして、なんかファンの方がグッドってやるんだけど、私は逆にグッドしてファンの方にハートをしてもらうポーズとかも好きだし、なんか一緒に猫耳を作る。猫耳ってこうやって作るけど、私がこっちやるから、じゃあファンの方こっちやってみたいな感じでこっちやってもらったりとか、なんかあとはなんか中二病ポーズとか、なんかみたいな、なんかみたいな、とか、なんかこういう、あ、ちょっともう消えないでよ、リングライト。え、なんかこういうなんか一緒にハート作ったり、こっち向いてのもやってみたいかも。愛、推しの子のポーズとかやったことない、あんま。シナモン一緒に作るとか、シナモン、え、シナモン一緒に作るやったことないかも。猫耳あるけど、今なら間に合いますよ。内海玲とシナモン一緒に作れるとの。シナモンこうやってやるけど、私がこっちやるから、じゃあリネちゃんこっちやってって言って、一緒にシナモン、内海玲と今なら作れます、幕張メッセで。なんとツーショットがありますから。ブリッジ一緒にした。え、ブリッジさ、マジでさ、やりたいんだけど、なんかなんだかんだできてなくて、え、なんかこの前できそうだったんだけどやらなかったから、ブリッジ一緒にしよう。え、なんか土下座はなんかダメって言われて、この前なんか土下座ダメなんですって。なんでなんだろう。で、難しいよね、なんか例によってさ言ってることが違うんですよね。なんかできる人とできてない人がいるから、なんか見つめ合いダメって前回のお話から言われたけど、今回は何も言われなくてみたいな、なんか分かんなくて基準が。でも私は毎回注意されてるんですよ、距離が近いって。もう本当に怒られてんの、もう内海いい加減にしてって。本当にマジで距離が近いから本当に気をつけてって。なんかツーショットマジで距離近くてダメって、もう何回も言われたの。でも嬉しくてテンション高くなって近くに行っちゃうの。でも本当にダメって、離れてって言われて、もう何回も言われるんですよ。だからもう次の幕張はちょっと離れます。なんかもう
離れますっていうか、まあ極力はあんま離れすぎないようにはするけど、なんか本当に何回も毎回言われてるんですよ。だからそろそろもし次の幕張で近すぎたらもう私出禁になっちゃう、このグループもう通所できんね、うつみ通所できんって言われちゃうから。見つめ合いダメなの？え、見つめ合い前回やって全然大丈夫だったから、見つめ合いしたよ、見つめ合いやった、え、めっちゃしたよ見つめ合い、なんかって言ったらみんなかわいいって言ってくれて嬉しい。見つめ合いしたら、見つめ合いしたら、そうそう、ずっと後ろにスタッフさんがいて、なんかお偉い、なんかもうずっとなんかちょっともう本当にダメで、なんかマジでなんかそう後からねちょっと呼び出しくらったんさ、ちょっと来いちょっとかわいやめって、え、すごい、待って、イエーイ、え、消えちゃった悲しい、ハルルンありがとう、なにこれ、なんか今びっくりしたけど、ありがとう、なんかこんな感じ、いや、もう消えちゃって寂しいけど、ありがとう、嬉しい、なんかひな祭りみたいな、ひな祭り、そうなんですよ、なんか近くてなんかダメって言われちゃいました、ところすごく寂しいけど、でも心の距離はさ近いじゃん、物理的に離れててもうちらの心の距離って近いってわけじゃん、だからさ大丈夫だよってお話じゃん。でもマジでのスタッフさんもね守りたいから優しい、本当に考えてくれてるんですよ、だからちゃんとルールを守ってやります、うん、ルールを守ってちょっとやります。だから前よりはりねちゃんなんかダメって思われちゃうかもしれない、なんか離れちゃったか寂しい、なんか今回の通称僕私僕嫌われたのかなって思うかもしれないんですけど、これはちゃんとルールを守った上でやるので、今までルールを守ってないのかって言われたらまず知らなかったっていうか、もうマジで意識してなかったんですよ、もうダメだよね、なんかもうなんか嬉しすぎて近くなっちゃうんですよ、私もう本当に脳みそないからさ、脳みそなかったらさこんな話してないんだけどさ、なんかもうさ私さなんかさあのさなんか脳みそさなくてさあのさあのダチョウなんだよね、うずらの卵なんだよね脳みそがだからあれなんですけどね、ごめんね、すいません。通称の近さ熱、猫ミームで作れそう、え、かわいい、あり、りんちゃんといつもゼロの距離の気持ち、確かにもうなんか白目と眼球みたいな感じじゃない、正直問題なんかもう 黒目と白目やん、もうファンの人が白目の部分で、私が黒目の部分だから一心同体、一心同体、あとで一心伝心してます。宇宙劇場、宇宙劇場なんか初めてだと思う宇宙劇場食べる嬉しいよ、心の距離ゼロ線、そうだよ、スタッフさんいたのかりえちゃんしか見えてなかった、え、かわいすぎ、私もそうだよ、え、マジ私もそう、なんか私もなんか後ろ向いて、あ、スタッフさんいるんだって感じ、だから正直言うともう本当に目の前の人しか見えてないの、そうなんですよ、そんなことあった、なんかさ嬉しいのがさ他のレーンからさ来ましたみたいな方が結構いてくれて、なんかすごく嬉しいんだよね、なんか他のレーンから見てすごく楽しそうだから来ましたとか言ってくれてすごく嬉しいの、なんかりねちゃん推しさんもいっぱいに来てくれるし、りねちゃん推しさんもなんか周りのファンの方になんか布教してくださって、他のなんか仲いいなんかファンの方お宅連れてきたって言って連れてきてくれたりとか、なんか布教して、なんか隣のレーンからなんかすごい大きな声で楽しそうだから来てみましたとか、え、嬉しいんだけど、あれ本当にマジでマジ嬉しい、なんかもう本当に嬉しい、マジでありがとうございますって感じ。でも私はあのもしあの誰もいないとて、あの本当に隣のレーンとかにすごく絡みだるがらみしてちょっとめんどくさい女なので、あの並んでたりとかしたら、うん、お主っておやおやとかってなったりするんですよ。そうなの。リエタンは5レーン向こうでも聞こえる。え、なんか私が
例えば一番端のこっちのレーンにいたとしても一番端のこっちのレーンまで聞こえてくるって言われます。もうマジで声でかいって言われる。本当にごめんね。もう本当に声でかくて、本当に声でかくてマジでごめんね。でもそれぐらいテンション上がるんだよ。なんか嬉しいもんだって。嬉しいからさ声でかくなっちゃう。嬉しいです。リンターレーン絶対楽しそう。言われますよ本当に。言われっていうか楽しかったって言ってくる人多い。幕張でお友達連れて行く予定だよ。券取ってくれたよ。嬉しい。なんかでも毎回来てくれてるよね。なんか友達なんか見る。ありがとうね本当にめっちゃ嬉しい。だからといって自分が行っていいわけじゃないからね。自分はリネちゃんだけでよろしくね。こんにちは。隣のレーン見てると行きたくなるのよね。確かに。どうなんだろう。でも隣のレーンさなんかみんなこうやって見てくれて、私が例えば隣がすごい並んでるレーンだとして、この前千穂さんとマイキューさんだったんだけど、隣のレーンがなんか私でもこの前ね全然途切れなかったんですよ通称とか。びっくりしてなんか嬉しくて、なんかすごい嬉しかったんだけど、そう隣あんま途切れなかったから隣のレーンにあんま構えなかったんだけど、なんかそうすごいいっぱい来てくれて嬉しかったんだけど、なんかマジでなんか人がいない時とか普通にあるんですよ私。なんかそういう時はなんか普通に隣のレーンとか見て目が合うまでこうやってじーって見ちゃったりする。なんか人間観察するのも好きだし、なんかどういう人がなんか千穂さんとかマイキューさんのファンの方なんだろうとか、なんかどういう人がいるんだろうと思って、私人に興味があるからさ見ちゃうんだよねどうしても。で目合った人がいたらなんかこうやって反らされるんだけど、目が合うまでこうやってまたじーっと見る。で何が嬉しいかというと、手を振り返してくれたらすごく嬉しい。なんか一回見てこうやって見てまた見てみたいな感じ、スマホ触れるよりこうやって見てなんて手振ってくれる方がすごく嬉しくて、だからなんか本当に嬉しくてマジでなんかイエーってなっちゃう。逆にこうやってでスマホ触れてもおいスマホ見るなーって叫んだりとかしてるけど、でもなんか他のファンの方はなんかあったかいですね。他のファンの方もすごくなんか優しい。なんかもうマジで、うん、僕の友達も先輩もリネタンとのお話し会最高だったって言ってたよ。泣いちゃうガチ。優しいんですけどありがとう。本当に嬉しかった。Thank you どうしてこの様にじゃみたいな感じ。ありがとうね。食べられ見てきてね。土曜日は人が途切れなかった。そうめっちゃ嬉しかった。なんか土曜日いっぱい来てくれてすごく嬉しかったんですよ。なんか本当に人が途切れても途切れなくても私はもうマジでもう来てくれたみんなに感謝するし、なんか隣のレーンとかでも全然お構いなしに誰から見しに行くからよろしく。内海里奈なんか今丸々ちゃんもしたけど、内海里奈ちゃんと隣のレーンだった時は覚悟しといてっていうお話。ちょっと誰から見しに行くからちょっとほんとめんどくせえ女だけどよろしくお願いします。嬉しいんだよね。可愛い結婚しよう。ええわよええわよ。初リネちゃん楽しかったのでまた行きますね。アートン、ほんまにアートンざます。嬉しいな。リンゴかっこありがとう。幕張行ってみたい。幕張おいで行ってみたいって言われてもおいでしかなくない。全然来てよっていう話。全然でもなんか行ける距離が難しかったらあんま簡単に言えないけど、行ってみたいって言われたらもう来るしかないじゃんしか言えなくない。嬉しいんですけど絶対会いたい。そう嬉しい。楽しいですよ。楽しみですよ。嬉しいですよ。猫耳見てから推し以外のレーン行くのがガクブル。確かにね確かに。でも結構みんな共感してるからねあれ。で猫耳なんか堂々と行けばいいんだよ。だって私のファンの人も割と浮気してるよ他のメンバーに。だけど私はおい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 とか詰めてるけど、リネちゃんは実はもうウキキみたいな感じでヘラヘラしてるから、まあ1回ぐらいだったらまあ許すかなみたいな感じ。2回目はねえけど2回目はねえけど全然なんか私のオタクだよねとかって叫んだりしてるからリネちゃんおじさんがね隣のレーンで、そうこの前マイケイさんのレーンに並んでたよリネちゃんおじさんが。その時になんか
私の恋はもう本当にその時いなかったんかな、たまたまいなくて、てか私のお宅だよなって本当にごめんなさい、マジ誰絡みしちゃうんですよ。だからといってリネちゃんに構ってほしいからといって隣のレーンに行かないでください。理由は隣のレーンに行った時点で、あもうこの人は隣のレーンに行ってしまうんだとかって思っちゃうから。だからもう本当に割とえなんかね、あやっぱに言われたんですよ、リネちゃんって割と繊細だよねって言われて、いや本当そうなんだよ、なんか私って割と繊細なんですよ、なんかこうやって見られるけど、いやなんか本当そうだよマジで、自分から言わないよ私って繊細な女って。なぜならね、繊細な女って言うほどさ、そんな繊細じゃない説があるじゃん。だけど私は本当に繊細なんですよ割と。あやっぱに言われたからね、やっぱそうなんだと思って、自分はいやなんか結構ね弱いんですよね割と。こんにちは、めいちゃんとめのブースを話してたらこんにちはしてきた。え全然するよ、え全然しちゃうよ、だって嬉しいもん知ってる人いたら。全然話しかけちゃう。こんにちは、レインはランダムに設定されるの？え、多分ランダムかな。え、なんか私は一時期あまりにも声がうるさすぎて、他のメンバーから苦情が入ってうるさすぎるって言って、もう本当に隣のリネちゃん隣はもう自分とのファンの方の声が聞こえなくなっちゃうので、ちょっとリネちゃんうるさすぎるってクレームが入って、私はもうマネージャーさんにもうちょっとメンバーから苦情が入って、一番端にしてくれませんかって、なんか人気メンバー例えば千穂さんとかサヤンとかすごいレーンが並ぶメンバーが一番端にされるらしいんですけど、私はそんなそう声がうるさくて端にされてましたでも最近端にされてないんですよ、そうマジ全然端にされてなくて、そう多分見やすい、逆になんかスタッフさんに監視されやすいなんか場所にいるんじゃないかなみたいな思って、全然恥じなくて、だからなんか最近やっぱでもやっぱ声でかいって言われるんだよな、やっぱ全然変えてないんですけどね、なんか机どんどん嬉しいどんどんどんみたいな、なんかめっちゃ対バンしてたんですけど、対バンしすぎてなんか手パンパンに腫れちゃってさ、なんか嬉しすぎてぴょんぴょん飛び跳ねて、なんか嬉しいって思ったら、でそれが嬉しくてなんか苦情が入って、でも最近対バンしてないから大パンしてないから、なんか自分はやんないかな。お試しエレベーターレーンに行くとハマります。え、それなそれな、お試しでおいでよ、なんか一回無料とかだったらいいのよ。いやでも一回無料でさ、リネちゃんおじさんがさ他のさメンバーのところとかに行ったらさ、なんかそれもそれでなんかなんか辛いからさ、一回無料とかさなんかそういうこと考えたくないけどさ、一回無料でさ私に来てほしいとは今一回ぐらい思うよね。なんで私さ一回なんでさ私さウィンクしながら話してるのって話やん、よくわかんないです。私もウィンクしながら話してることに特に意味はない、でもなんかウィンクしながら話すことによってなんか話しやすいと思ってきてしまった。こんにちは、いやめっちゃ声でかいさとくんハートありがとう。STU3 期、えヒータン来たんだけど、ヒータンハートありがとう、え嬉しい、えちょヒータンと今日新幹線の爆語りしたんです。ヒータンと今日弁当食って一緒に新幹線、今日ずっと隣だったんですよ、だから話した、だからほんまにご飯行こうって話したの。えマジ嬉しい、ヒータンほんまに来てくれたんやけど、びっくりした今、普通にファンの方かと思った、ありがとう。カジさんなんかもうめっちゃ嬉しい、なんかひな祭りのライトありがとう、なんかおでこがかゆい、なんかスプレー振ったらかゆくなる、こんにちは。土曜日1時間目終わったことに気づいた時の大きくてめっちゃ声でかかった。えなんかね、え聞いてほしい、なんか私全然人が来なくてみたいな、えなんかみんなとめっちゃ話した後になんかもう人が少なくて、まずなんか後ろの方でみんな手振ったりしてるんですよ。えで何してんのと思って、え何これみたいな、えなんかもしかしてなんか誰か鍵閉め狙ってんのかなみたいな
えなんか誰かが鍵閉め狙ってなんか全然来ないのかなとかって思って、えなんか早く来るんだったら来てほしいとかって思いながら、えな何これみたいな、何の時間と思って、なんかめっちゃ手振ってくるからみんなが手振り返してたんですよ、いつも通りで、なんかめっちゃなんかレスとかこうやってやるから、私もレス返しちゃうよみたいな感じでレス返してたんですよ。でも全然来なくて、えどういうことって思ったら、スタッフさんが何も言わないだけで普通に終わってて、受付終了してて、だから受付終了してから私何分ぐらい、リアルに3分間ぐらいずっとなんかレス送ってて、なんかだからもう受付締め切り、他のメンバーももう終了してます、で内海りえちゃんももちろん終了してます、もう全メンバー終了してるから一旦楽屋帰っていいよって時間なのに、私は気づかなくて、スタッフさんが終了ですとか言ってくれなかったから気づかなくて、終わってから締め切りしてんのにレーンも閉じてあるんですよ。なのにリアルでなんか3分ぐらいなんかずっとなんかレス返したり、えイエイイエイみたいなやってて、なんかマジでなんか超気まずくて、なんか今考えたらなんかえみたいな、え誰か鍵閉め狙ってんのみたいな感じで思ってたら、全然なんか終わってて、なんか気がついて、え待ってこれ終わってるんですかってスタッフさんに聞いたら、はい終わってますみたいな感じで、すかしたような言い方で言ってきて、えみたいな、え何ですかすみたいな、え終わってますよみたいな言い方だったら、もっと私もなんか確かにみたいな、あそうなんです、大変申し訳ございませんチメーターとなるんですけど、逆になんか終わってますけどみたいな感じで言い方やったら、え知らなかったみたいな、なんか何こいつみたいな、絶対思われてるやんスタッフさんに、えなんか気まずっみたいな、めっちゃ気まずいみたいな、なんかもうちょっと恥ずかしくて、ちょっとってなっちゃいました、恥ずかしくて、だからすごくびっくりしました。えなんかいつもならなんかスタッフさんが終了ですって言ってくれるんですけど、なんか言ってくれなくて、えなんか私のね剥がし早かったんだよな、なんかやっぱダメだ、なんかね、なんかねやっぱね、いつも言われてるのかもしれない、なんかもうテンション高いし、なんかずっと話しちゃうから、なんかさりぎなんか去って後ろ向いて歩いてんのに話しかけちゃうから、なんかそれでもなんか話しちゃうから、なんか終了ですって、なんかそれやね、終了ですってめっちゃ話が早くなって、ごめんね私のせいだよね、なんかもうずっと話しかけちゃうから。でも楽しくて幸せ空間でしたよ。すでに閉まってたのに、私は3分間ぐらいずっとなんかみんなでなんかイエーイイエーイイエーイとかってフーとかってみたいな、だからずっとやっててなんかマジ気まずかった、うん、その時みんなえマジでもね、いっぱいレス返したからさ、なんか逆にみんながレスくれるからさ、ハートとか私もレス返しちゃうよみたいな感じで、なんかハートなんかレス返してたんですよ、うん、みんななんか目あったらレスくれるから、うん、でよく考えたら私めっちゃいいやつじゃない、ただのただのめっちゃいいやつやんめっちゃいいやつやん、私ただのなんかレス返してるただのいいやつやんみたいな、なんかりねちゃんなんか一生懸命終わった後もなんかいっぱいレス送り返してるみたいななんかいいやつやんみたいな感じで、うん、まあいいですよ、それでなんか幸せになれたんだったら、りえちゃんからレスいっぱいもらいましたみたいな、うん、みんなレス行く人に返してくれた、まるふくハートありがとう、こんにちは、そうなんですよ、そんな感じでこんなことがありました、いい娘ゆうちくんハートありがとう、ラーメンさんとりねちゃん最強アイドルタイムって話してた確かになんかめっちゃなんかイエーイとか、あこれこんなことやってない、このブーみたいなことやってない、ごめんなさいね、イエーイみたいな、なんかハートみたいなみたいな、なんかなんかみたいなことばっかやってたら、なんかそうだからなんかもうすごいねあれだったんですよ、前髪最強じゃない、なんかいつも以上に最強、え聞いてほしい、最近の理想の前髪これ、えなんかここはハゲてるからちょっと気に食わないけど、なんか気に食わんけど、なんかこの分かる、なんかこうここグリーンってあんま巻いてないのになんかナチュラルに、えこれ理想で、なんか最近理想の前髪を取得してきたんですよ、なんかこっからグイッ根元上げてクッて巻いてあげると、なんかすごいナチュラルになんかできるってことに気がついて、最近なんかあんまりなんかナチュラルじゃない前髪、なんか巻いてんのになんかナチュラルみたいな、なんかはーみたいな、グリンじゃなくてみたいな、わかる、今までだったらグリンクッ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 だったのに、これ今ははーみたいな、はーみたいな、グッグッこれを指揮者で表すと、
その前の前髪がズン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 みたいな感じなんですよ。指揮者、前の指揮者。でも今の前髪の指揮者はみたいな、わかる？こんな感じです。それぐらいなんか柔らかい前髪、そしてまつげはいつも通りなんか長くて可愛くて、ごめん可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん。あの歌詞割とさ、なんか結構浮き沈むやつよね。生まれてきちゃってごめんみたいな。女子両腹高くてなんかざまーわからん、ムカついちゃうけどざまーってなんかリップついてるんだけど、誰ここにリップつけたの？私ですけどごめんなさい。やめてきちゃってごめん、結構いかついいかつい、やばい、もんじゅうみたいないかついっていう言葉がやばいいかついやばい。前髪意識して表現するのはきっとりんちゃんだけに分かりやすい。え、嬉しい、めっちゃ分かりやすくない？なんか絶対いないでしょみたいな。他の演者でさ、なんかさ前髪こうやってやる、いないでしょ絶対、全国ないで。今来たけどもう終わっちゃう？いや終わらないよ。だってさ、まだまだうちらの配信これからじゃん。まだやらない、まだやらないじゃないまだやりますよ、まだやります。こんにちは。俺生きててごめん。なんで？え、生きてくれてありがとうだよ。私逆にもらムチベもらってるもん、生きてくれてるから。生きてくれて、配信来てくれて、コメントしてくれて、めっちゃモチベもらえてるよ。出会えて、応援してくれて、押してくれて、えマジで。逆に私はもう生きてくないみたいな人間なのに、私を生きたいと思わせてくれてありがとう、ありがとう。でも生きてとかさ、人の命だから簡単にさ、そんな今生きててごめんって言ってさ辛くなっちゃう、辛くなってさ、今すぐさもう死にたいみたいな時あるじゃん人間って。だからさ、大丈夫、これからいいことあるからきっとみたいな感じのこと言われてさ、その時はさ辛いからさ、いいことなんか全然ないからさ、いいことなんかないじゃんって思うかもしれないじゃん。生きてたら絶対いいことあるみたいな。いやでもさ、本当にさ生きてたらさいいことあるってさ思いたいけど思えない時あるじゃん。私のために生きてみたいな、お願いみたいな。え、それ超自分勝手じゃん。なんでお前のために生きなきゃいけないのみたいな感じで思うじゃん。もう自分は死にたいのみたいな。だから超気持ちわかる。だからもしそういう気持ちの状態で俺生きててごめんって言ってるならば、本当に自分勝手だけど私のために生きてくれてありがとう、だからこれからも私のために生きてほしいって言いたいけど、なんでお前のために、なんかリネはなんかお前のために生きなきゃいけないのみたいな、俺はなんでお前のために生きなきゃいけないのみたいな感じで思わせてたら本当にごめん。でも本当に逆にモチベもらってる、ありがとう、感謝の気持ちを伝えます。前髪って言うと妹と思いやす、え、妹さんって書いたの？え、妹さん前髪超綺麗。あれさ、本当に勝つ予定だったのに、私はなんかちょっと反則しちゃって、実はなんかあの企画が始まる前にちょっと動かしちゃったんですよ。だからなんかちょっとなんか失敗、なんかちょっと一番最初に動いたみたいな感じになってるんですよ。だから本当にごめん、だから本当にごめんみたいな。だから本当は勝つ予定だったんですよ、私は勝つ予定だったんですよ。なのに勝つ予定、勝てなかった、悔しいです、悔しいです。こういう芸人さんいたよね。坊ちゃんの猫ちゃん、坊ちゃんの猫ちゃん、もう棒に構ってくれないとすね殺しちゃうんだからみたいなこと言うくない？千と千尋の神隠しの坊ちゃんの猫ちゃんって、それですか？それですか？ロコポコハート Thank you、 ありがとう。姉ちゃんに会えるのを楽しみに生きてるから、姉ちゃんさえ存在してくれたら助かります。え、ありがとう、本当に嬉しいです。ナマステ。
英会話教室通ってるんだけど難しくて、りねちゃん英語得意？え、全然得意じゃない、全然できない。え、でもなんか東京とかなんか例えば行った時になんか話しかけられたりするんですよ、なんか英語の方になんか品川駅みたいな。でもなんか正直英語はできなくても気持ちだから、ああいうのやっぱ人間じゃん、国が違っても人間だから、なんかとりあえず自分が分かる単語を並べて、なんかここめっちゃジェスチャーでやれば伝わる、うん、でもやっぱりあの英語難しいけど、何のために英語を頑張るかってことだよね。結局さ、何かしらさ目的があったらさ絶対にさなんか頑張ろうと思えるから、そう頑張ろうと思ってもやっぱ辛くてできない時はあるけど、もう一回自分がどういう気持ちで英語を学ぼうと思ったのか考えてみて、例えばまあ分かりやすい話をすると、まあ、例えば恋人がアメリカ人の方だったとなると、もっと仲良くなりたいからもう頑張って英語話せて、相手と一緒に話してもっとかける距離を縮めたいとか、そういう方もいるじゃないですか、よくあるタイプね。そうだからどういう気持ちで英語を話したいかっていうのをもう一回心で考えてみて、あ、じゃあこうして英語を話してみたいんだって考えた時に、辛くてもやっぱり頑張れるものがあるから、もし辛くなったらそれを思い出してみてください。でも無理やり覚えようと思ってやろうと思ったのも頭に入ってこない時もあるから、そういう時はもうリフレッシュして好きなことに没頭しましょう。もうご飯食べるとか、もう寝るとかでもいいし、なんか普通にもう1ヶ月間放置とかでもいいよ。1ヶ月後にまたやりたくなった時でやればいいよ。だってモチベが上がった時にやっぱすごい吸収できるから、もうできなくてってなって、シューってなっちゃうじゃん。乾燥わかめみたいに、モチベがある時のわかめはさ水を含んでさすごいさプルプルでさパンパンだけどさ、モチベがなくなってシューって、これモチベがない時シューってなったらさ乾燥しちゃうじゃんわかめって。でも水に入れたらまた戻ってくるじゃん、ひじきみたいに。だからモチベがある時にいっぱい吸収して、いっぱいパンパンにさせて、またこうやってシューってやって、またこうやってやって、またシューってやってやればいいんじゃないかな。今度うちみりねに恋愛相談行っていいですか？え、いいよ全然。え、可愛すぎる、恋愛相談全然来て。恋愛相談いいね。こんばんち、こんばんは。恋愛相談してください、可愛い。みんなのあの恋愛聞くの大好き。え、なんか割とでもいるんですよ、りんちゃん推しさん恋愛相談。え、なんか本当にいるの、なんか彼氏がなんか本当に全然構ってくれなくてみたいな、めっちゃいるよ、めっちゃだから聞かせてください、みんなののろけとかでもいいけど、ただし私のことを嫉妬させないようにただし私のことを嫉妬させないで。でも全然聞く、全然大丈夫、何でも一緒。すごい壮大な話になって思った。英会話は勢いでいけるような気がする。確かにね、なんかもうガチで I will be well and wherever to where will work like what to where will to Disneyland みたいな感じのガチの英語を喋るんだったら、なんかもう本当にガチで学ばなきゃいけないけど、正直 show me なんかごめんなさい、ちょっとギャルチックな感じで、なんか show me、 なんか別になんか、まあ、伝わるいいやみたいな感じだったらさ、なんか、まあ、別にジェスチャー伝わるやんって話やん、うん、だからいいんじゃないですか。だってなんか1年間留学行った人でも1年間何も学ばずに帰ってくる人だっているし、結局やる気があるかどうかなんですよ、モチベがあるか、その時に。だからあの自分が、やりたいかやりたくないか、どういう気持ちでやるかっていう、そのモチベをね、普通にただ1年間旅行してマジで全然何も学ばずに帰ってくる人もいるしね。そうだからね、大丈夫なんですよ、なんとかなるから。正直問題、でも素晴らしいよ、そのなんか私も英語学びたいなと思うけど結局手つけれてないし、韓国語やりたいなとかって思いながら、なんか結局なんか辞書みたいなの買ったけど結局読んでないし、なんかやっぱ、行動をね起こさなきゃ何も始まんないからね、やる気があるかどうかですよ。りょうくくんコンペイトありがとう。この間辞書ウクライナの人話しかけてマスコット入れつけられそうになった。あ、それはちょっと危ないですね、うん、たまになんかそのあの国のあれを使ってなんか買ってくださいお願いしますみたいな感じでねだられるけど、それはちょっと良くないね、あれはちょっと危ないですね、うん、マスコットやばい。英語できないけどアメリカ
衛生なんとかなってバカすぎて入国させてくれた。えめっちゃいいやん。それぐらいのマインドで行くのが一番いい。しかも一番楽しくない？それぐらいのマインドで行く方がなんかウェーって感じで。深いね。ね深い。私もう語っちゃうんだよね。なんか相談されたら結構真剣に答えちゃうから。テレビとか見れる、いつ見れる、見てる方が気楽になる。えマジ嬉しい。全然話しちゃおう。りんちゃんこんばんは。あありがとうございます。こんばんは。ラカポカハートありがとう。アカウント凍結されて、アカウント作り直す、アバター全部消えた。あマジ大丈夫。わざわざ作り直してきてくれてありがとうございます。 PC 勉強中。えパソコン、えめっちゃむずくない？私さ中学の時さパソコン検定パソコン部入ってたのにさ結局さ部活全然行ってなくてさ帰宅部みたいな感じだったからさ結局さ両手でタイピング打てないんだよね。パソコン部だったのに。でさパソコン検定受けるみたいな感じになって、え受けますって言って受けたんだけど、結局なんか他の子はなんか賞状もらってるのに私だけパソコン検定の結果すら教えてもらえてなくて、なんかちょっとえ結局どうなったんだろうみたいな感じになりました。うん、だから高校のタイピング検定はちょっと頑張って取った。何級か知らんけど何級か知らないけど。つみ先生岡山部分教えて。ええじゃあ私が最強に可愛い岡山弁言われたら嬉しい。岡山弁言ってあげる。じゃあこれ覚えてね。大好きじゃけんはいとかこれを言って、これ言ってくれてこれ言って、そしたら嬉しいよ。誰しもこれはもう平等に嬉しいじゃん。やっぱ好きって言ったら嬉しいじゃん誰しも。だから大好きじゃけんって言って、そしたら嬉しいますそう俺とリネどっちが大切なんみたいなのは言われたことあるんやけど、なんで返すのがいいかな。えリネって言うしかないやろリネ以外選択しなくない？本当にリネって言いなよ。そんなリネって選択肢があったらリネしかおらんやろ。嬉しい。ちなみにその俺って誰？旦那さん旦那さん。ケビン、ケビン、あのひな祭りのライト Thank you、 ありがとうございます。なんとかなる。そうなんとかなるんですよマジで。えなんかマジでなんとかなるの理由は、なんか正直私人生やってきてなんとかなってるからえなんかマジ電気代払ってなくてなんか電気つかなくなったことあるけど結局払えてなんとかなってるし、えなんか国民年金なんか滞納してて滞納しててとか、理由はなんか私払うことっていうことを知らなくて、なんか払ってなくて払うシステムを知らなくて、そう払うっていうことを知らなくて、だからまあ国民年金にお金を置いてたんだけど払えてなくて払い方が分かんなくて、それで滞納して結局なんか一気にまあ貯めてた分の貯金を出したから普通に払えたんだけど、赤い封筒が来てもちゃんと払えたし、でもそれは私がちゃんと貯めててから年金の、あれ、え電気代なんで払ってないか聞いてください。私はクレジットカードっていうものを持ってないんですよ。だから銀行の引き落としにしてるんですよ。銀行の引き落としじゃない、違う、銀行の引き落としじゃない、銀行の引き落としじゃない、わかる？システムバーコードでピッてやってコンビニとかで払うやつ、紙のやつにしてるの。だから私紙、私さちょっとさすごいポストパンパンにさせちゃう癖があって、なんか何ヶ月もポストのね中をね開けてなかったらね、なんか何ヶ月前のねなんか電気代が出てきてね、やばいと思ってすぐ払ってすぐ復活したんだけど、まあ、人生なんとかなります。部屋が汚くても部屋綺麗にできるし、マジでなんとかなります。でも年金は過去にちゃんと貯めてたから、私はその年金のためのお金を毎月だからパッと払えたんだけど、もし貯めてなかったって考えるとやばくない？だからやっぱ人生なんとかなってるんです。てかみんなにちょっと教えたいすぎてさ、さことがあるんだけど、一つみんながすごく幸せになるためにちょっとお祈り教えます。なんか宗教とかじゃないよこれは。なんか人間誰しもさなんか守護霊がいるんだけど、
なんかその守護霊様に感謝を伝えることによってなんか守護霊様がいい方向に連れてってくれるらしい。だから私は今日守護霊様にこうやって今日はお仕事が2個もあって本当に嬉しいです。これからもあのいっぱいお仕事もらえますようにありがとうございます。これは守護霊様のおかげですって言ったの。だからみんな守護霊様に感謝の気持ちを伝えて、そしたら守護霊様はあじゃあもっといい方向にしてあげるって言ってくれるから。だからちゃんと今日月見た、めっちゃまん丸だったんですけど、でかすぎてびっくりした。なんか月乗せよう、インスタのストーリーに月を乗せようかなと思ったけど、なんか今日インスタのストーリー乗せすぎてなんか内海里にうるさいみたいな思われたらどうしようと思って考えすぎて乗せれなかったんです。だから明日メールで送ります。マジで私最近気がついたんですよ。なんか私なんかリネちゃんってなんか息してなくないみたいなの話してる時に、なんか本当にリネちゃんでいつ息してるのって言われたけど、私考えてなくて、私息しないですね話してる時に。なんか割と結構言われてた、リネちゃんってなんかすごい勢いよく話してるけど、まあ、全然なんか息してなくないみたいな、なんか呼吸してるみたいな、なんかずっと話してるやんみたいな。私呼吸してないの、無呼吸ですね。やばい、ほんまに死ぬかもしれない死ぬかもしれない、無呼吸だな。うん、今はしてるよって、一気にバーッと話してた。でも話してる時になんかこうやって、なんかねなんか一回一回して、なんか僕めっちゃ無口、めっちゃ早口でこうやって話して、なんか話してるるるるるるって息止まってますもん。これはみんななのかな。カツラのしてる人みたいなやばくないカツラのしてる人やん。呼吸が浅いと両の不調に出るみたいな、お気をつけて。優しい、超優しい、良心的な男、ありがとうございます。カジさん、なんかケイトありがとう。肺活量ありそう、肺活量結構あるよ。なんかね、私やっぱ基本じゃない、基本の声がでかいなと思った。なんかメイクさんにも言われた、メイクさんじゃない、マイクさん、マイクのスタッフさんにも言った、やっぱりリネタンは元の声がでかいから、普通に音量、普通にめちゃくちゃ歌ってても声がでかいから、ちょっと音量を下げないと他のメンバーに合わせられないって言われた。なんかすごく嬉しいこと言われました。あやぱんにも言われたんだよな、なんかリネちゃん普通に喋ってても声でかいから、マジちょっと静かにみたいなこと言った。元気出たけど、嬉しい、キロキロンキロンキロンブロンブロンヨッシーヨッシーヨッシー、私ヨッシーのもでもないよ、ヨッシーテンテンテンテルンテン、ヨッシーイエホーユーユー、これはマリオ、マリオカート7やりたいな。 3DS でマリオカート7とか8とかやっててすごく楽しかった。たとえばいつもと違う日曜日、舞台向き、マジ表意系アイドルやから、じゃあやってほしい演技、やって今からやってほしい演技を演じるわ。表意系アイドルやから、私結構演技うまいって言われるんよ。今日もね、紙芝居やったんやけどね、なんかうますぎてね、リネちゃんがやりんちゃえたんてね、で私一人で読んだんよなんか超自慢してるみたいな感じで嬉しかった。でも自分的には結構満足いかなくて、結構なんかちょっと強かった。ラットさんハートありがとう。ゾンビ送りました、私ゾンビの真似できる、
も髪巻いてるから全然そんな感じない。バイオハザード、バイオハザード、ブンブンブン、アリス、アリス、アリス、ピュー、あ、ごめんなさい、スパイダーマンだってこれ。スパイダー。スパイダーマンやんこんなの。スパイダーマンやんこんなのどう考えても。アリス。チーカワ、え、チーカワ、うん。いや、お、あ、わかんない、チーカワってなんだっけ。あてて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 わかんない、ちいかわって何、ちいかわってなんだっけ、ちいかわ、ちいかわって何なんだ、でシナモンくんのものやってたけんよ、僕シナモンだよ、シナモンだよ、これはシナモンくんのものもない、ちいかわ、ちいかわ、ちいかわって割とさ、なんかなんか結構なんか男の子みたいな顔してる、ちいかわ、なんかこんなん言いたくない、なんかウサギだっけ、プルルルみたいな、ウサギ、違う、生き別れた双子に二十歳会った時の演技、あー今日もいい天気、こんなに天気がいいんだったらちょっと外でも歩いてみようかな、普段外に出ないけど、まあ今日はよしとしよう、ルンルルンルンルルン、パタッバン、いっと、ちょっとあんたぶつからないでよ、え、お前さ、さっきぶつかって、え、あ、すいません、あ、うん、大丈夫だよって、お前もしかして、え、あなたってもしかして双子だった、兄と妹？待って、本当にやばい。まさかこんなところで出会えると思わなかったよ。俺もそうだよ。なんとかに、え、本当に？ふなっしー。ふなっしー、ふなっしー、ふなっしー、やっはー！私ね、ふなっしーの大ファンで、私マジでふなっしーのぬいぐるみとグッズ大量に持ってたんですよ。え、なんか私小学校の頃ふなっしーのガチオタだって、ふなっしーの豆知識めっちゃうまいし、ふなっしーの絵もうまいし、え、マジうまいの、私ふなっしーのガチオタだった。だから家にふなっしーの、あ、今はこっちにはないんだけど、私もシナモンくんにさ教えちゃったから、え、なんか実家にふなっしーのバカ高いぬいぐるみあるんだよ、うちんち、私の家、え、やばくない、私がふなっしーのオタクってやばくない、なんかおろくない、小学校4年生の時、そう、ネバールくんも大好きだった。え、だからフナッシーのなんかドリンクとかあったんだけど飲んでたし、なんかフナッシーのオタクがいたんですよ教室に、だから一緒に話してた、話して、え、やばくない、私フナッシーのオタクだったんですよ、私やばくない、おもろすぎない、フナッシーのシューやっはー、フナ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 やっはー、フナッシーみんな元気にやっはー、フナッシー泣いても笑っても辛くなってもみんなが立ち向かえばいたし、全然違う、ふな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 やっはー、ふなっしー、ふなっしーはね、船橋市ですね、でもね、あの千葉県の船橋市なんですけど、非公式なんですよ、チーバくんがいるからね、チーバくんはね公認されてるんですけどね、ふなっしーはね非公式キャラクターとしてやってるからね、公式にされてないんですよ、あんなに有名なのに、ちょ、マジで詳しいから、私フナッシーの名札あるじゃん、なんかフナッシーって書いて、なんか僕らフナッシーってさ名札つけてるじゃん、あれってファンの人が作ってくれた名札なんだよ、あれ自分で作ってないんだよ、あのフナッシーの名札、あれね、ファンの人がね作ったやつをねフナッシーつけてるんだ、めっちゃ可愛くない、合いすぎない、めっちゃ可愛すぎ、お仕事の幅広がりそうな予感、え、マジで演技のお仕事したいです、なんか今まで落語やってきたし、あと演技もやったんですよ、ズームで、なんかその
最後のパス公演っていうなんか青春のなんかズームのコロナ禍になってから初めてズームのなんか演劇みたいなやつがあって、その舞台があって、その舞台をやらせてもらったりとかしてやったんですけど、なんかね、えマジで本当にやりたいです、演技やりたい。今お偉いさん見てたら、内海玲奈に演技のお仕事よろしくお願いします。なんかゾンビのなんか後ろのなんか、なんか後ろの人とかでもいいからやりたいですね。千と千尋の神隠しのカエルのモノマネできる。あ、普通に顔なしのモノマネできる。悪様、悪様、千はどこだ、千を出せ、千はどこだ。電車のモノマネ。出発、右よし、左よし、真ん中よし、出発、チック。R1 出れる、え、嬉しい。アドリブ OK、 そう、アドリブ OK、 いろいろ時々混ざってるのおもろ。え、何ちん、いろいろ混ぜちゃおう。最高。え、嬉しい。ネバールくん、ネバー、ネバールくんも知ってるよ。ネバールくんも大好き。ネバールくんやばいよね。ネバールくんとフナッシーがさ、あの殴り合いっこしてる動画バカおもろいから、ちょっと見てほしい、マジで。ネバールくんとフナッシーがね、対決してんの、あれ超おもろい。そう、船音だったの、やばくない。フナッシー大好きなんですよ。ナシジレビシャーやってたんですよ、マジで。ビアコくん、ビアコくん聞いたことない、ごめんなさい。ビアコくん、え、教えて、どんなんか逆に知ってるの。ナシジレブシャー、ナシ、え、やってたんですよ、ナシジレブシャー。ナッシーの中に扇風機がついとったような、え、そうなの、あ、でもついてた気がする、わかんないけど。なんかナッシーの中の人の顔って公表されてないけど、実際に検索すれば出てくるんですよ、顔の写真が。そうなんですよ、レジ打ちもできるし。え、マジでレジ打ちでできますよ。もうセブンイレブンでもう働いてたんで、レジ打ってちゃうし、なんかすごい厄介なお客さんとかも対応できちゃうし、なんか結構いろんな一面ができちゃう。こんにちは、こんにちは、ありがとう。赤山レンタ、そうなんですよ、フナッシーの中の腰をやりましたね。なんかヘルニアだっけなっちゃったんですよね。え、マジ詳しいから、私フナッシーの話、ヘルニアとかよくない、知ってんの。え、そがちやばいから、だから活動休止してたよね、一時期。マジ心配なんですよ。こんにちは、岡山県警のお仕事もお願いいたします。え、また今度あるよね。あ、なんか知らない。え、なんかあるかもしれない、なんかあるかもしれないですね。え、でも本当にマジ交通安全大事なんで、これからも努めていきます。うん、パンチャーと R1、 え、私 R1 めっちゃ好き、飲むよ。あ、そっちの R1 じゃない、 R1 です、 R1 グランプリの方かと思った。R1 グランプリの方ですか。私普通に R1 って言われたら、飲むはあの健康の R1 って思うけど、 R1 めっちゃ飲んでて、オーディションの時になんか全然風邪ひかないですよ。うーん、 R1 といえばなんか R の法則っていうやつがさ、昔やってたじゃないですか。だから R の法則やりたい、なんか出たかった、なんか憧れじゃないですか、 R の法則。R の法則やりたいんですよ。リンタンのぬいぐるみの中の人できちゃって、マジうみたいな感じでできそう、かわいいね、結婚しよう。うーん、いつまで待たせる気。え、マジ超久々やん、元気だった。え、生きてた、なんかマジでめっちゃ久々に会えた、もう死んだのかと思っちゃった。お久しぶり。そう、こんばんは、リネ。え、何、星、何、星は何ですか。例えば君はスパークルだから。ガチさん、ハートありがとう、ありがとう、こんにちは。3月2日岡山県警のイベント期待しちゃう。あ、待って、それは出ないかも、それは多分出ないんですよ、ごめんなさい、出ない。なんかあのうちわのやつだっけ、あのうちわのやつはなんか普通に出なくて、多分出なくて、なんか別の日に入ってた気がするんですよ、わかんないけど。3月2日さ、私普通にみちさんの生誕祭だからさ、出ないんですよね、生誕祭ってそこの中で出ないです、すいません。うーん、すいません、
クリアファイル、え、もらってよ、え、嬉しい、お願いします、クリアファイルもらってください、もうほんまよろしく、みんなもらって、じゃないともらってくれる人いないから。しかもあれし、新しいビジュアルだよ、なんか三つ編みとか、三つ編みとかやってなかったんだから、三つ編みとか三つ編みとかやってなかったんだから、あれなんか懐かしいんだから、懐かしいとか、あれはもう新しいビジュアルだから、私のうつみりの新しいビジュアルだから、よろしくお願いします、たいちゃんのって感じ、お願いします。すみとくん、マフラーありがとう、あったかい、マフラー欲しい、よう見てた、そうだよ、でももしかしたらあるかもしれないから楽しみにしてて、期待し、やっぱ期待しないで、期待しないってすっごく楽なんだよね、あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ、確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい、頑張れって言葉これ以上言いたくない、だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない、向きになることない、辛くなってしまったら歩けばいいし休んだと思わないなんか虚無になりたい時ってこうやって出会うと虚無になれるんですよ、新しい発見今できましたこれは虚無タイム、私の虚無虚無プリンなんです、虚無タイムです虚無虚無プリン、おすじくんミラーボールありがとうありがとう、もらいたいですね、え、もらってほしい、ぜひもらって、もうギュッとラブで接近中、うにじもらってください、クリアファイル、え、もしい、もらってください、クリアファイルマジお願いします、タイチャーな学校、これにちょいちょい言ってました、え、もしかしてやっぱ私は見間違いじゃなかったのかもしれない、もしかしたら分かんない、でもこれで嘘つくわけないか、でもマジでなんか似てる人を見た気がするんですよ、だからもしかしてとかって思っちゃったんですけど、でも本当にマジでなんかまず配信すら来てなかったやん、懐かしい、ありがとう生存確認してくれて、え、マジでカツラにしか見えないんですけど、これどう考えても、来る？見て、やばいやばいやばい、見て、イケメン？イケメンですか？俺に恋してみない？やばい、見て、こんな髪の毛ボンバーの。やばいよ、見てみんな、早く見てみんな。お前さ、俺に恋してみない？え、どう？好きになっちゃった？好きになっちゃいましたか？好きですか？俺のこと好き？やだ、恥ずかしい、カエル化すぎるんですけど、ごめんね、ちょっとこんなカエルかな？なんか使ってみちゃって、好きになっちゃった、え？嬉しい、好きになってくれて、好きになってくれて、ちょっと待って、ブスすぎここがない、横に垂らさんとちょっとブスなんだよ、好きになってくれてありがとうさんウィンクしてるの伝わらない、伝わらない、やばくない、やばいやばい、今日も姫がかわいいやばいよ、イカれてやがるぜめっちゃ嬉しいって感じが、こうやって書いて、ごめんなさい、マジでもう書えることだよね、ごめんね
ワイルドにネオ、嘘だよ、ワイルドにネオだよ。え、そう、今日クラコンだから見てない、みんなイケメンすぎてスクショした。あら、勝手にスクショしちゃやだいいよ、ブスじゃなかったら。なんかたまにさ、なんかみたいな感じでスクショして載せてる人よ、それほんまに可愛いと思って載せてるみたいな、なんかちょっと気まずいみたいな感じの写真あるけど、全然なんか可愛ければいい。なんかさ、この服さ、ここら辺が可愛いのにあんま伝わらなくてちょっと悔しいんですけど、なんかこれこの前の配信でも言ってたよね、なんかさ、これこういうスクショだったらいいこんにちは、こんにちは、今日なんかなんでこんにちはとかってなんか言ってたかというと、あれはちょっとフラカを見てください。今日のまーちゃんハートありがとう、こんにちは。そう、キョムキョムプリンです。キョムキョムプリン、闇メロディ、愛しなもん、知ってますか、うん、喜怒哀楽サンリオ、喜怒哀楽サンリオっていうのは今私がつけた名前ですけど正直問題パンちゃん卒業でね、千葉りねちゃん心配してます。え、本当にそうだよ、私マジ頭いかれて、もう死ぬから無理って思った、飛ぼうかなと思った。でもね、あやぱの人生だから、それが応援します、あやぱの人生、俺が一番に。だって、例えばなんかおすすめのアニソンとかあれば教えてください。なんか最近めっちゃアニソン聞くんですよ、なんか二次元とか、なんかアニメのキャラクターの歌とか、なんかアニソンあれば教えてください。ゆいちくんハートありがとう、こんにちは。卒業してもマブダチ、そうだよ、当たり前だよ、当たり前じゃん、うん、うちらの傷を舐めんなって感じニッコニッコニー、私矢沢ニコのモノマネもできるんですよね、ニッコニッコニー、あ、これだ、ニッコニッコニー、ニッコニー、でも昔よりクオリティが下がってるな、ニッコニッ、ニッコニッコニー、結構うまいんですよねモノマネこれを中3の時に、中3じゃない、中1か中2の時に、ガチのあのなんか矢沢にこちゃんが好きだったアニオタのクラスメイトに披露してました。私マジで上手いから聞いてて、ニッコニッコニーってやって、それ永遠と聞かしてた。最低すぎないもうだる、だる女すぎるだろう、うん、定期的に聞かしてた。あ、なんか言いたいんだよね、そのモノマネを、上手いからその声優もいける感じなんですよ、もしかしたら。私声優いけるんですよね、割と。なんかね、ハム太郎ボイスとかってなんか出ない、なんか私ツイキャスの配信者の、 あのハム太郎ボイスのなんか片目界隈のモノマネとか、ハム太郎ボイスの女のモノマネとか結構できて、あ、初見さんありがとうございます、ありがとう初見さん、お茶枠100ありがとう。そうできるんですよ、こういうこととかやってないですよ、さすがにやってないけど、はい、初見さんお茶ありがとう、はい、こんにちは、皆さんこんにちは、まあみんなよろしくお願いします。ちょっとできるんですよ、こういうことで。だから俺ちゃん何でもできる、変幻自在のうつみです。しかも料理もうまいから、え、マジやばくない、何でもできちゃう、どうしよう、これ以上何でもできちゃって、なんか爪がなんか100なんかめっちゃ伸びちゃったらどうしよう、嬉しい、なんか何でもできちゃって、どうしよう、料理もうまいし、声でも癒せるし、私マッサージもうまいんですよ。え、私マジでマッサージうまいの、メンバーにマッサージとかダンスの先生にマッサージやってあげたらめっちゃ喜ばれた。え、マジでマッサージうまいんだよ、なんかその中でも頭皮マッサージもうまいし、肩のマッサージもうまい。え、うまくない、うまくないって、やったあげたことないか。え、マジでめっちゃうまいし、
やばい、何でもできちゃう、ごめんね、何でもできちゃった。結構味覚もいいし味覚いいし、だからなんかこれなんかもしなんか服のセンスもいいかもだし、なんかもし醤油となんか砂糖どっち入れた方がいいって聞いてきたら、食べてあーこれは絶対になんか醤油入れた方がいいのとか、そういうアドバイスとかできちゃう、うん、やばい。美味しいご飯も作れるし、部屋も綺麗にできるし、人のお世話だったらできます。自分のことはできないけど、人のことだったらできる。まえちゃんハートありがとう。まえちゃんなんかこれありがとう、これあの糸電話、糸電話じゃない、あのケイトありがとう。もし生まれ変わるならリエタになるしかない。え、私も生まれ変わるなら君になりたい。でも郵便は、郵便機はみちみち、え、そうなん、郵便のね異物ねパンパンなんですよ。うん、おーおおかわいいね、結婚しよう。ええわよあやぱの肩揉んであげて、え、あやぱに肩一回揉んであげたらね、なんかねあやぱはね凝りすぎて、でも気持ちいいって言ってた。でもあやぱの肩ってやばいんだよ、もう硬すぎて、もうね硬すぎてね肩パンかと思うぐらい硬いんだよ。マッサージ屋さん始めたら行きます。え、マッサージ、え、全然マッサージ、もみほぐし、ここめっちゃうまいから、マジ私肩マッサージパクうまい、頭皮マッサージうまいから頭皮マッサージやってあげるよ、マジうまいよ頭皮マッサージ。のぶくんハートありがとう。悩み増えた、悩み増えた、そういっぱいなんかできちゃうからごめんねっていう感じですいませんぶりついててすいません。顔もかわいい、え、君が一番かわいいじゃんありがとう、お茶、そうお茶だけ100、ありがとうありがとうみたいな感じできちゃうんですよ。え、マジ何でもできるから今肩凝ってるけん肩もお願い、いいよおいでじゃあおいで。パンちゃん冷え性とかマッサージ大切、結構よくしなきゃ、なんかね、かなんかね本当にね、あやっぱの場合は冷え性とかじゃなくて、もうなんか普通になんかなんか点々なんて言うんだろう、もう分かる、なんかなんかほんまに心配になるぐらい硬くて、なんかマジでやばい、あやぱんの肩。でも私も結構硬くて、肩もうなんか肩って言われるんですよ、肩、あうん、めっちゃ肩凝ってる。そうなんです、だからちょっとやばくてチューンだ、あちゃ、佐賀さんレインボースターありがとう、ハートもありがとう。もうな、郵便局さ寒くて熱くて辛くて苦くてしょっぱくて、こんにちは。最近インスタの、あのこの前の配信でやったんだけどさ、あの最近インスタグラムのさストーリーにさ顔を載せて歌を載せてなんか絵文字を載せてっていうのになんか来てて、結構なんか漏れてる写真をインスタグラムのストーリーにアップするっていう、なんかお気に入りの曲と可愛い曲みたいな、その時知った、なんかえめっちゃ嬉しい、君はスパーガーだから、バカバカ嬉しい、泣いたか泣いたか、もみもみ、いやー気持ちいいとか言っていやーって断ってるんかなと思ったら、気持ちいいじゃん。チラシとかたくさんあるけど、ポスター、ポスターも特にね、そう大変なんですよ、ポストとか本当にね良くないんですよ。うーん、高橋和樹くん、和樹くんハートありがとう。そうなんですよ、肩フランスパン、肩フランスパンできてるかもしれないね、もしかしたら。インスタで DM してみるの、え、してほしい、え、今送ってよ、来てるか、来てるか 見るよ。え、なんか人によってさ、なんかずっと送れる DM とさ送れない DM があるんですよ。だからインスタグラムのストーリーに反応する感じで送ってきてくれる方もいるのか、あれ何の違いなんだろう。え、でも別になんか私本当に何もしてるわけじゃない、みんな平等に扱ってる、既読つけてないし、なんでなんだろう、何の違いなんだろう。え、今送ってきてよ、来てるか。え、だってインスタの DM マジで嬉しいからね、私なんか、なんか
え、本当に嬉しいの、インスタの DM なんかテンション上がるんだよね。飽きたって、今送って。こんばんは、リエタン動画最高でしたね。あら、今リエタン動画最高でした。マジ日曜、え、何の動画、猫ミーム見てくれてありがとう、めっちゃ嬉しい。じゃあ後でいいねしてくれたかも見てくわいいねしてくれた、あれいいねしてくださいね、見たら強制いいね日曜日スパークル聞きに行く4。え、マジやばくない、いいな、ずる、めっちゃ好きスパークル。送った、自分ストーリー返信以外できないみたい。え、マジ、え、ガチ、え、ほんまやん、過去の DM 今見返してるけど本当にそうやん、ほんまや、ストーリーな、なんでなんだろう。でも遅れてる人は遅れるんだよね、ちょっと見てみよう。え、なんで、鍵アカとか関係ないか、いやでも鍵アカじゃないな、何の違いなんだろうこれは。食った、にゃんえ、かわいい、ウケる、出たえ、かわいい、おぎはむ先生かわいい、等身大、やば、なんかエロい、ストーリーにしか送れない、え、ほんとだ、今ストーリーに送ってくれてる、な、なんで、何の違いなんだろうこれ、な、何の違い、本当になんか全然ストーリーだけで反応できる人も普通に送ってくる人も、え、し、な、何の違いなんだろうこれ、本当だ、ストーリーに送ってくれてありがとう。パイン、これ好き、パイン、え、パインうまいよね、わかる、パイン大好き、今日の朝食べたんだよ、あのね、セブンのパイン食べたんだよ、美味しいよねこれ、久々に食べた久々に食べました、パインうまいよね、ごめんなさい鼻水ずるずる。リン DM、 え、嬉しい、 DM 送ってくれた、ありがとう、かわちいかわちいねんってねーねん、大優勝、かわちいねん、ついてるわ二十歳まで、ね、あなたが決めないで、あんまり、あ、DM 来たよ、ありがとう、シュルム楽しい、ありがとうございます、あ、嬉しい、反応来た、ありがとう、ジュン TV さん、ハートありがとう、ジュン TV さん、コンペイトありがとう、リエネさんだけストーリーにしか返信できない、え、マジ、え、なんか過去に DM 送ってくれたりしてる、くない、ストーリーとか、今なんかメッセージを送れないからもう無理なのかな、え、なんなんだろう、なんなんだろう、え、なんかこの消えるメッセージモードみたいなやつはなんか私見れなくてごめんね、消えるメッセージモードなんか見たらなんか足跡がつくみたいな、なんかインスタグラムのストーリーのメンションは基本的にストーリー足跡つけて見てるんだけど、なんかこの DM の消えるメッセージモードはちょっと無理で見えなくてごめんね、ストーリー消えるメッセージモード無理で、かわいいパセリが送られてきた、それかわいいわ、いいなDM は承認されてないとダメみたい、え、なんか承認してなくてもね送れる人は送れるんですよ、なんなんだろうねこれの違い、なんかみんなこのリクエストっていうところに一覧としてくるんですよ、バーって大量に、だから一般の方にしてなくて、まあ、メンバーはフォローしてるから、まあ、メインの方に来るんですけど、うーん、流れに乗ってメッセージの送ってみる、これ目があった、黒ひげ、え、そうだよ、え、黒ひげしてんのね、あのね載せたのよ、あのインスタのエフェクトの B リアルのやつ、ストーリー見てくれた、めっちゃ怖くてめっちゃ目あって怖くてね、いやー、いやだよー、い
いやだの。DM マネージャーさん見てるの？え、どうなんだろう。わかんない。え、なんか、わかんない。なんかグラビアとかしてた時は、私が過去にグラビアの撮影してた時は結構 DM の内容がいろいろ激しくて結構過激なものばっかりだからマネージャーさんに相談して見てもらってたんだけど、一緒になんかすごい、なんかすごい自分の写真とかなんか自分のなんか下半身の写真とか送ってくる人がいて、結構本当にイカれたやつが多かったから、なんかマネージャーさんに一緒になんか見てもらってたんだけど、なんか担当マネージャーさんが変わってから見てくれてるするかもわかんない。でもなんて集計、その SNS のまあフォロワーが何人とかそういう集計とか取るときにはちょっとログインしたりするけど、なんかログインのやつどうなんだろうね。まあでも送ってくるにしても全然下ネタとかじゃなかったら全然マネージャーさんが見てもさ、なんかあ危ないとかってならないかな。下ネタ以外だったら大丈夫です。マジ下ネタやべえから、もうほんと NG です、ごめんなさい、大変申し訳ございませんセンチメーターですけど、なんかそう下ネタとか送ってくる人はもう論外なので、マジで今ちょっと姉ちゃんの配信見てなんかあ今から下ネタ送ろうかみたいな人とかほんとすいません、ちょっとほんますいません。さすがにちょっとマネージャーさんに相談しました。そういうことがあったんですよ過去に。で今は最近あんまそのグラビアとかしてないからマシにはなったんですけど、えでもね本当にね微笑ましい DM ばっかり、え届いてるよ、なんかストーリー以外のメッセージ送ってみ、届いてるよ、え届いてる、返信、え嬉しい、いっぱい、じゃあストーリーいっぱい載せちゃう、ダメ絶対しまえた、そうだよしまえたダメだから、本当にありえないからどう考えてもありえないから、自分の欲求は自分で満たせ。うーんこんにちは、え通知ビビるねすまん、え通知来てほしい通知来て、あ来たってなるから通知送ってよ、それであで見ようってなっちゃうから通知送って、誰い女だけどえ全然嬉しい、気にしないでください、何でも嬉しいよ、ハゼッチハートありがとう、だからみんな通知いっぱい送ってください、いいねとかしていっぱい爆いい、いいねいいね爆いいね、なんか LINE でしたらみたいな感じの、いっぱい DM 送って本当嬉しいの、マジでモチベ上がる、ストーリー上げるとなるし、うんちゃんと見てるから既読はつかないけど、なのでお願いしますありがとね、嬉しいですよ、メンバーに急ぐときはショールームで通知回します、あショールームねショールームね、急ぎのときはというかりねちゃんのインスタグラム登録しました、えありがとう、えここに貼ってあるよね、固定のところに、固定のところに貼ってあるからぜひフォローしてぽよお願いします、えなんかさ今年中に1万人行きたいんだよね、なんかでもさ頑張ればさ4月までねさ1万人行けそうじゃない、どうなんだろう難しいかな、でもインスタって結構むずくてなんかフォロワー増やすの、今7797人だからなんか来月中には100人、来月100人目指すか、7000、8000人目指すか、いや無理か、いやどうだろう、夢はちょっと実行的に4月までは難しいかもしれないけど今年中に絶対1万人行きたい、絶対に行きたい1万人、なんかまた顔面の写真を載せようと思うのでなんか楽しみにしててください、顔の写真を載せようと思うので、送ってね、ゆうたくんハートありがとう、こんにちはこんばんは、ありがとうハゼッチハート、ありがとうリンさんならいける、えいっぱい送って全然嬉しい、マジ嬉しい、モチベ上がる、だってショールームとかもなんか本当は今日マジやる予定なかったんだけど配信見たいって DM 送ってくれたからマジ配信しようって、そう結構来てたから、みんながりえちゃんの配信見たいって言ってくれたら配信する気が
出るので配信してください、言ってください。なんか毎日配信とかこだわってないんだよね私。だから配信しようと思ったタイミングでいつもやるんだけど、なんか逆に配信見たいなと思った時に配信見たいって言ってくれたら次の日とかにはなるかもしれないけど、なんか配信するから。でもね私ね決めてるんだよ、決めてるっていうか、まあこれは言ったら私はできないから言わないようにしてるんですけど、来月3月はさなるべく配信を結構頑張ろうかなって思ってるんですよね。3月配信ちょっと頑張ろう期間やってみようかなって。1ヶ月だけでもいいから、なんか毎日配信じゃなくてもいいから、毎日配信でも1日15分とかでもいいから、なんかちょっと1ヶ月間頑張ってみようかなっていう習慣にしてみようかなって思ってるの。なんか結構ねレッスンとか入って忙しいし、なんか割とお仕事とかでバタバタしてるんですけど、あのコンサートのあれとか結構案件とかいっぱいってあれなんですけど、なんか次の3月は1ヶ月間一旦、なんかでも過去に1ヶ月間毎日配信してた時があって、なんか毎日配信にこだわらなくてもいいから3月はちょっと配信の頻度を増やそうかなって思ってるので、でも私継続言ったら継続できないから言わないし、言ってね期待させちゃうのもねあれなので、なんか言ったのと違うやんってなっても大変だから言わないんですけど、まあ頑張ろうかなって思う期間なので、もしよかったら来てね。でもあと3日でさ、なんか3月っていう事実がびっくり、あ待って、ねむねむにょこツイートしてない、ねむねむにょこツイートしよう、やべえ危ねえ、滑り込みせえ、危ねえ、ねむねむにゃんこツイートしてなかったぜ。ねむねむにゃんこはねついてるんですよね、なんだかんだ。はい、ツイートしました。みんなは今日もねむねむにゃんこだけど、みんなはツイートしました、ありがとうございます。みんなこの配信57分で58分になったら一旦断じ読むけど0時までやります。で0時25分放送なのでくだらないと見てね、今日のクラカンで。あの放送されない人とか TVer とか FOD であの見逃し配信されるのでぜひ見てください。クラカンマジでおもろいから見てね。さやつさんハートありがとう、いいねしといた、えありがとう、めっちゃ嬉しいよ。毎日会えるのは嬉しいけど気が向いた時がいいな、え優しい、ちょっと待って惚れさせる気、私のことありがとうね、超優しいじゃん、涙出ちゃう、もう今垂れてきちゃうなありがとう、優しすぎ。そうだね、それって毎日配信して私が他の男の子とか女の子とかにりねちゃんが見つかっちゃうのが寂しいかな寂しいかな、えでも本当にね配信ね頑張ろう期間3月ちょっと一旦やってみようという試み、まあ、毎日配信じゃなくてもいいけどちょっと頑張ろうっていう期間だからね、あのマジ皆さんはね無理せずイベントとかじゃないし本当に普通の期間なのでこの1ヶ月間マジイベントがないから大丈夫だからね、安心して、だからちょっとやってみようかなっていう話ですよ。これ言いたかったんですよ、言いたかった2個目ですね、私言いたかったこと2個あってやっと言えた、なんか私言いたかったけど、あ待って59分やばい、なんか私トコチラミに噛まれたことも言いたかったし今日言えて、で13位から13位なんこさんありがとう、12位草刈りきさんありがとう、11位マーシーありがとう、10位スーさんありがとう、9位サージカルさんありがとう、8位かけっこありがとう、7位カチさんありがとう、6位ロコポコ Thank you、 5位ゆういちくんありがとう、4位ルコくんありがとう、3位つぶちゃんありがとう、2位おせじくんありがとう、そして1位がドゥルパンハルルンです、ありがとうございました。えごめんなさい、壇上いつもこんな早く読みません、実はもっとゆっくり読みます、ごめんね。59分じゃんやばい、パチロクさんか、あなんか砂糖の菓子ありがとう、砂糖の菓子やばい、ありがとうございました、お天気奏者も愛に、あなんかあれおおおおおおおありがとうありがとう、あーありがとうございました、みんなインスタとユネックスいいねしてね、フォローしてお願いします。